最終回になってしまうんですけれども、今シーズンの最後のゴールの行き先を決めていってもらおうと思います。すでにね、もう選手たちには来ていただいてますけど、こちらの選手たちです。よろしくお願いします。3名の選手プラス、はい、有田選手が来ていただきました。元気がないな、みんな。元気がない、本当に。妖怪有田来た。妖怪有田じゃないですよ。サムネ、サムネ、はい、サムネイルこちらということで、ね、ありがとうございます。はい、ということで30節福島戦の時のゴールですね。これ高いな。30節のまず、福島戦のゴール、はい、はい、そして、33節の、岐阜戦のゴールと、富山戦のゴールも、はい、でこちらが富山戦のゴールを決めてくださいました、はい、お二人。あと五稜選手がね、ちょっと忙しいということで、まだちょっと早かった。ちょっと伸ばしますか、出演まで。いやいや、伸ばさなくていいですよ。撮って先に上がっていただいて。生配信じゃないですか。生配信じゃないです。生が良かったな。生が良かった。すいません、今度生で。じゃあ今見れないもん、ね、お願いします。はい、ということでよろしくお願いします。見れないからね。はい、よろしくお願いします。今年実はもう55ゴール生まれて。うわ、松井大輔じゃないですか。待って、ひりくんカットしますか、使いますか、どうしますか。使います。よし、ありがとうございます。はい、ただ疲れてます。はい、ただ疲れてます。顔、表情が、いやいや、もう こっちにないから、魂が。お願いします、ちゃんと。はい、はい、ということで、もう先に進んでいきますね。ゴールをちょっと振り返っていってもらうと思うんですけど、じゃあ有田選手、まず30節の福島戦、はい、先制ゴールでしたけど、いかがでしたか。あの、まあ、ボール持ちながら押し込んで、うまくユージさんから縦パス入って、はいはい、で背負った状態でフランク君がこう走ってきたんで、はいはい、落として打ってもらおうと思ったんですよ。じゃあ落としミスってやばいと思って、はい、切り替えたらフランクがちょっと触ってくれて、はい、あ、触ってくれたと思いながらステップ踏み直してシュート打ったら入りました。素晴らしい、ありがとうございます。で、フランクさんとのこの絡みみたいなゴールシーン結構今年多かった気がしますけどね、はい、2人で崩すみたいなところもありましたし、はい、ホームの沼津戦とか ね、そうそう、ホームの沼津戦はね、前を通過し、あと今治戦もあった、ホームの、あ、今治戦もでしたね。フランクがターンしてパスして、そうだ、あ、また抜きパスで、確かにホットラインね。はい、ありがとうございます。じゃあロベル選手、終わり、はい、あとあとあるあとがあるから、あとある、あ、アウェイの相模原とかさ、あ、アウェイの、あ、そうですね、アウェイの相模原戦もでしたね。確かに確かに、完璧な、はいはい、はい、ということで、はい、ということでロベル選手、岐阜戦ですよ。あ、岐阜か、ヘディングシュート、あの試合か、あ、めちゃめちゃ痺れましたよね。みんなの思いを頭に、頭に乗せちゃった、ここに。いや、そう、そういういじりするんですか、普段。え、します。する、はい、え、普段俺話したことない。なんで、普段話さない、言わない言わない、それ本当だとしても言わない。いや、もう最後だから言うんですけど、はい、一応普段話言わないよ、そういうこと、そういうこと言わない言わない。最後だから言いますけど、はい、選手の子供たちから一番悪者扱いされてあ、キャプテンが、実は子供たちみんな健太倒すって言って、でもいざ目の前にするとみんな逃げていきます。やっぱ生で見たら、そうそうそう、生で見たら怖すぎて、で、威圧感がね、そのいや、それは怖いですよ、逃げますよ、僕も。まあ、やられても困りますけど、リアクションに。はい、長いんだよ、素晴らしい、もう喋らしてよ。すいません、歓喜のね、そう、あのプレーを終わった試合で、あのゴールで結局勝ちましたからね。そうですね、やっぱあのゴールは、いや、素晴らしい、ありがとうございます。さあ、そしてそのあと最終節、はい、望みをつないでみんなでもうその純数点取りに行くんだっていうような姿勢を見せながらのゲームでしたけど、うん、はい、あのゲームは感動しましたね、はい、そんな中キャプテンが先制ゴールを決めてくれたと、はい、どうでした、あのヘディングシュート、まあ、コーナーキックだったんですけど、はい、コーナーキックからピューンってきて、ジョンってってパンって相手の頭ピューンドンドン、いかがでしたか、ね、うん、はい、ということ、あ、相手触ってたんですね、ちょっとちょっと、あの、こう言って触ってたポポンみたいな、ちょっとだから、そうそうそう、なんかループっぽくなって、あ、まあまあ、オンゴール、ね、先制点取った試合で、あんななんか喜ばないでゴールインソレ取ったの初めてでしょ。いや、俺もさ、だからそう、確かに、俺もさ、こう言って反応的にやったってやってるら、もうユーとかもボールも落ちそう、だからもうみんなでも戻る。そうか、そうか、そうか、でもあれが多分サポーターからしたら、うん、ものすごい伝わったんじゃないかなっていう感じだったんで、狙いに行ったから、狙いに行ってました、本当に誰も諦めてなかった、はい、マジで狙いでした、ありがとうございます。はい、もういいですか。もう大丈夫です。はい、はい、そして薩川選手、はい、違います、薩川選手こっちですね。薩川選手やっと出番回ってきたね。さあ薩川選手、はい、あー、多いな、すなりびっくりしてるリアクションも違う。なるほど、さあ4ゴール目、素晴らしいゴールでしたね。はい、ありがとうございます。あれ、なんで自分で行こうと思ったんですか。あれ、いや、なんか左足で持った時に相手が立て切ってきて、めっちゃ道ができて、おお、
ゴールまで、ゴールまでのもうビジョンが見えました。はい、桜木、すごい桜木花道。はい、ということでゴールね、こちらの、あ、そうだ、あ、そうだ、飛ばしたごめんなさい、富山戦のゴール、うん、相手のが多かったんですよ、実はセカンドボールの時。ああ、そうですね。でも一番早いリアクションでゴール決めてたじゃないですか。そうですね、まあゴリオが上げた時も、はい、もう絶対アリが競ってくれると思う、もうそのみんなよく走って、まあ、セカンドだって、おお、で、ちょっとゴール決めて、それも喜ばせて、喜ばないで、そのまま確かに喜びたかったんですけど、ね、本当ですよね、もう喜ばないで、もうね、狙いにしたから、ね、まあそうそうですよね、よっしゃみたいな、そう、でもなんか一瞬あれありますよね、よっしゃってなるけど、もうそうそう、俺はもうブランク決めた瞬間にボール取るから、あー、行ってたそうだ、切り替え早かったね、そう、はい、ということで早速ですね、もう行き先を決めていってもらおうと思うんで、今日ちょっと皆さんに投げていただいて1ゴールずつ別のところに行こうかなと思って、よりあの多くの場所に届けられたらと思うので、いいことですね。さあ、それではやっていきましょう。さあ、ということで富山戦と、はい、岐阜戦の2回ですね、はい、ロメロ選手2回投げていただこうと思います。じゃあまず1回目岐阜戦のゴール分お願いします、はい、どうぞ。おお、どうぞ。おお、どうぞ。おお、初めて清木氏、清木氏、清木氏、はい、清木氏、はい、ノーラですか。ああ、よく知ってる、ノーラカントリークラブ、ゴルフやるから、はい、ああ、なるほど。一発目は行ってないところにね、一発目行ってないところ、しっかりと、いいね、スペシャル、いいね、スペシャル。さあ、それでは富山戦のゴールをお願いします。どうぞ。行きたいね、本当に。いやーしー、どうぞ。行きたいね、本当に。いやーしー、どうぞ。行きたいね、本当に。いやーしー、南九州市です。さあ、しかしながらおめでとうございます。おめでとうございます。さあ、それでは有田選手、福島戦のゴールをマジでお願いします。スペシャル、来た。いやースペシャル、来た。いやースペシャル、来た。いやー、今さ、今違う、今さ、なんだよ、なんかガーンってなったよ。いや、なってない、なってない、ガーンってガーンって、楽しい、おめでとうございます。おう、さすがいけー。さあ、それではさすがいけー、鹿児島のマラドーナ、お前には一番期待してない。いけー、さすがー、お前には一番ね、期待してない。ちょっと待ってください、主張がすごくて主役こっちなんで今。そっか、はい、いいですか、ガヤ芸人、ちょっと早い、ガヤ芸人すぎましたね、はい。おう、それでは富山戦のゴール、和製マラドーナお願いします。お願いします。いけ、早く投げろ、早く投げろ、お願いします。いけ、早く投げろ、早く投げろ、お願いします。いけ、早く投げろ、早く投げろ、おどういうこと、あんまりすごいすごいすごいスペシャル、よし、今ね、金足に刺さったやつが下で、これはすごくない、これも取り刺し、取り刺し、取り刺し、あ、持ってきます、ここ刺さったんで、ここ、てかもう鶏あげるわ、ありがとうございます。いや、僕ですから、所有者じゃないです、僕ですから、はい。さあ、それキャプテン、キャプテン、キャプテン、はい、いや、足残ってればいいってルールじゃないんで、おし、バスケットじゃない、行くわ、マジで、本当に話聞いてます、もう、はい、はい、さあ、行こう、富山戦の先制ゴール、岩田選手、お願いします。頑張ります。あーああ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 あ、まあまあ、隣ですからね、惜しい、惜しい、奄美市ということになりました。すごい、まあまあ、観光大使してらっしゃいますから、おめでとうございます、奄美市の皆さん。いや、すごい、無理やり切り替えましたね、今。おさあ、ということで、おっ、ゴールを全部来てくださいました。よいしょ、よいしょー、よいしょー、ちょっと待って待って、今みんなが投げてるやつずっと後ろこうやって、そうそうそう、だから俺どうしていいのかわからない、でももう多分それも抜かれてますから、そうよ、だから俺こうやってこうやってるから、さっきまであんな感じだったのに、あ、入ってるからさすがですね、プロですね、スイッチが、はい、入りましたよ、スイッチは、はい、ありがとうございます。ということで、あのゴールをじゃあみんなの前で振り返ってもらっていいですか。よいしょ、オンゴール、オンゴール、オンゴール、あ、またオンゴールです、オンゴールです、またやっぱりまたオンゴールが、オンゴールです、オンゴールがやってまいりました、またそのまんます、今言った通りです、
3回目のコーナーでもらってクロス上げると見せかけてシュートを打ってリフレクションして入った。そういうこと。オンゴルス、実際はだからオンゴル選手が出てくるべきなんですよ。ここに自己紹介してなかったです。自己紹介、そうか、自己紹介お願いします。3代目オンゴルです。はい、ありがとうございます。じゃあオンゴルさん、あの試合もう MVP に近い活躍ですよね。いや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 、おい、いやいや取れません。もっとちょうだい。はい、もっとちょうだい、もっとちょうだい、こっちから。どうでした、あのゴール、あの狙い通りとちょうだい。いや、もっとちょうだい、こっちから言われてもどっちに上げていいのか。あのゴール振り返ってもらうとどうでした。来ないかい。いけないんだよね、こいつ。なんかタイミング、いけないんだよね。あー、なそんなひげはグイグイ来てるのにね。愛想笑い半端ないです。ゴール選手、はい、あれ狙い通りのフリーキックだったんですか。でゴールに向かうボールはイメージしてましたけど、まああのまさかその入るとはそのままって言っていいのか分かんないですけど、うん、ポン。すごいですね、青の呼吸で。以上です。以上です。以上、以上。木村選手は蹴るかなと思ったんですけど、あ、僕は蹴っちゃいました、すいません、謝ります。はい、ありがとうございます。ということでゴリオ選手にも投げていただこうと思います。はい、一応地元もありますけど上だもんな、霧島市。今年一回も当たってないですよね、霧島市国分。霧島市に、いいですよ、スペシャルでもいいですし、ただスペシャルの周りは行ったところばっかりなんで、ね、そうだね、はい、ただでも今年も最後のワンゴールの一投ですか、スペシャルだ、すごい大事な一投になりますよ。キュ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 。さあ、それではゴリオ選手行きますか、そろそろ行きますか、ラストお願いします。俺より声が高い。こんなうるさかったっけ。パジェロ、乗るな乗るな。何年前のフレンドパークのやつだから。ほんとほんとほんとに。パチェーロ、パチェーロ、パチェーロ、お前はいいよ。すいません、フランクがもう帰りたがってるから。フランク、帰りたがってるから、帰りたがってるから。マジで真ん中狙った。さあ、それではゴルフ選手、真ん中狙い、スペシャル狙い、お願いします。フランク、行きまーす。うわー、行きまーす。うわー、行きまーす。うわー、終わった。同じ回で2回。すごい、今行ったと思ったんだけど、今行ったと思ったんだけど。はい、抽選やっていきたいと思います。おめでとうございます。奄美、あ、違う、5点ぐらい取ってくれ。あそこで点取ってればな。三津平、三津平、金太オンゴールしなきゃ。おい、あった、奄美。おい、岩木戦、岩木戦、愛媛戦な。バックパス取ったのに外したな。相模原戦もな、敦貴のクロス2回決めてれば得失点プラス2されてたな。やめようよ、田中が言うの。そうだね、うん、切り替えか、うん、現実を見ようか、うん。はい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 はちょっとさ、こっち助け求めてもらってもいいですか。こう来るからさ、こう来るから。じゃあ、どっから行く。南九州が多かったんだよ。南九州は南九州の方は何、誰、フランク君が、俺も、あ、2人、2人、2個ですね。さあ、ということで、じゃあフランク君からノメロ選手から引いていただきましょう。はい、行って行って行って。何が出るかな、何が出るかな、出る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 。来年買えますから、はい、これどこ、はい、どこ、川辺、川鍋小学校、川辺、おめでとうございます。川辺、川鍋ね、川辺、おめでとうございます。おめでとうございます。そしてもう一人は、はい、僕です。ゴリオ選手、行きます。何か出るか、あ、取りにくいな、ずっとずっと取りにくい、ずっと取りにくいそうです。ありがとうね。これだ、おっ、宮脇賞、宮脇賞、邪魔だな、絶対絶対邪魔だな、それ。宮脇賞で、おめでとうございます。おめでとうございます。すごいすごいすごい、なんて言ったの。あ、こういうの弱いこの人こういうの弱いから、こういうの、こういうの、こういうの出てこないから、こういう人こういうの出てこない、自分発信じゃないと、そうそうそう、やっていけないタイプ、出てこない。さあ、ありがとうございます。なんか勇気出して、勇気出してなんかしようとしたら
イミング出してなんかしようとしたら今が良くない。タイミングはちょっと。次はどこ行きましょうか。次はじゃあ奄美行きましょうか。奄美、広瀬選手ですかね。はい、さあゴルフ選手じゃあお願いしていいですか。はい、すいません、はい、奄美入れた。もう全部選手がやってくれてるっていう、はい、このありがたさですよ。さあ出る。え、出る。刺さってる。ジョリオン刺さってる。ジョリオン。さあ来ました。お、引いてる。さあ奄美どこでしょうか。朝日小学校。朝日小学校。です。何も出てこない。だよ朝日小学校だよ。はい、じゃあ日置から行きましょう。じゃあフランクさん、じゃあそれでは見てください。どうぞ。さあ、はい、ロメロ選手、さあ何が出るか。入ってる、はい、さあ何が出るんでしょうか。引いてみないと分かりませんね。何だと思いますか。何なんでしょうね。やめさせてもらうわ。引いて引いて。マイクマイク。ドバシドバシだそうです。お、土橋小学校。みんな間違えてる。ドバシ、土橋。え、札川でしょ。天城町。天城町残り3校しかないんで。お、長い。あ、もうじゃあ引いてもらいましょう。これはね、分解しにして、うん、誰の、あ、3人が持ってるから、うん、誰のにするか分かんない。クランクも持ってる。クランクも持ってる。さあ、それでは札川選手、はい、誰が持ってるのにしますか。3校、残り3校やったんで、誰かが持ってます。どうぞ、できたんで。早いな持ってました。はい、それでは、札川選手、はい、はい、よいしょよいしょ。はい、小学校です。よいしょ。おめでとうございます。おめでとうございます。それではラストとなりました。あそこの小学校お願いします。いや、あるんだ。金谷まだ多いですからね。狙いがあるんだな。さあ、金谷小学校お願いします。どこでしょうか。グループ A エクアドル。グループ A エクアドル。出た。それワールドカップのやつ。旬だけどいいね。さあ、どこでしょうか。お願いします。下見小学校の皆さん、おめでとうございます。よいしょよいしょ。おう、拾うねってことで、はい、よいしょ。あ、ちょ、終わって下手かお前。終わりに持っていくのは下手かお前。終わりに持っていこうとして、いや違う最後はね、下手なのもう、締めよう。はい、厚木に選手の皆さんに締めてもらいましょう。いや、代表として。じゃあ代表で、はい、じゃあ、さすが厚木。ここまで貯めてたから。そう、はい、全部貯めてたから。それで今までちょっと静かに、ね、そうなるほど、わかりました。じゃあ最後締めてください、お願いします。はい、1年間応援ありがとうございました。まあ本当皆さんの声援のおかげで55ゴール取って、たくさんのボールを届けることができました。来シーズンはもっともっとたくさんのボールを届けれるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ということで今シーズンひとまず、皆さんにも感謝です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてご視聴いただいた皆様にもありがとうございました。またどこかで会いましょう。感謝。すごい今日。